k イサングーは、日本の男性総合格闘家。神奈川県茅ヶ崎市出身。グラビカ所属。初代ライトヘビー級、キング・オブ・パンクラシスト。神奈川県立茅ヶ崎高等学校。国士館大学卒業。国士館大学時代は、レスリング部に所属。関東選手権 82kg 級2位の実績を残した。大学卒業後、スポーツインストラクターとして、 地元で社会人生活を送っていたが、1995年にパンクラス入門。1997年のネオブラッドトーナメントでは優勝を果たした。1999年11月14日、UFC ジャパンでユージン・ジャクソンと対戦し、左フックで小負け。この試合より、リングネームを本名から計算グに変更した。2000年6月26日、 パンクレス2000トランスツアーでライトヘビー級ランキングトーナメントに参戦。1回戦、2回戦を勝ち上がり、準決勝に駒を進める。そして2000年9月24日の決勝大会の準決勝でオマーブイシェにチョークスリーパーで一本勝ち。さらに決勝でミノワイクヒサに判定勝ちし優勝。初代パンクラスライトヘビー級王座に認定された。二千一年一月八日。 ディープ2001旗揚げ大会でパウロ・フィリオと対戦し、小負け。この試合で右目古い骨を骨折し、全治3ヶ月となったため、保持していたパンクラスライトヘビー級王座を返上した。2001年10月30日、イズムと外部勢力、グラビカとの対抗戦でゴーノ・アと対戦し、判定負け。この試合がきっかけとなり、サングーは、 さらなる強さを求めて、イズムを、脱退、2003年12月1日付でグラビカに、移籍した2006年7月23日からは、キックボクシング団体である、全日本キックボクシング連盟に参戦。2007年2月25日、K1 の日本人選手育成プロジェクト、K1 ジャパントライアウトに参加し、合格を果たした。2007年5月4日から5月6日にかけて、 ゴールドジム、マクハリチバーネックスで、K1 トライアウト、日本選考合宿を行い、アーネストホーストがコーチを務める、チームホースト所属となった。2007年8月16日、K1 トライアウト2007サバイバルで、甲府としぼしと対戦、判定負け。2007年12月22日、パンクラスで、河村亮と対戦し、判定勝ち。この試合から、リングネームを、 再び計算偶有に変更した。2008年4月27日、パンクラスで近藤優己と対戦し、判定勝ち。だが、翌日の会見で、坂本康氏常務に、イニシャル通り、KY で空気読めないと言われた。6月1日の金原博光戦では、KY とプリントされたスパッツで登場し、判定勝ち。2008年10月1日、 第4代ライトヘビー級、キングオブパンクラス決定戦で、河村亮と対戦し、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2009年5月2日、戦局初参戦となった戦局第8陣で、シャンジヒベーロと対戦し、右フックで小負け。2010年6月5日、第5代ウェルター級、キングオブパンクラス王座決定戦で、浦健吾と対戦。 判定は3者とも30から30となるも、マストシステムで1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年8月8日、パンクラスのメインイベントでキムフンと対戦し、2から0の判定勝ち。入場時にはレーザーラモン HG のコスプレで登場し、スパッツの尻部分にはハード系とプリントされていた。二千十年十一月三日、パンクラスで ガジと対戦予定であったが、当日の大会中に、ガジのドクターチェックを行った結果、左足の人体損傷及び骨折の疑いにより、不戦勝となった。12月5日、2010調整3番勝負第3弾、として鳥星正宏と対戦し、左ハイキックで小負けを喫した。2012年9月1日、ウェルター級、キング・オブ・パンクラスタイトルマッチで、 佐藤強職と対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2015年10月10日、伊藤数分とタッグを組み、全日本プロレスに参戦。プロレスルールで団体期待の若手レスラー野村直や、青柳優馬と対戦し勝利した。2015年11月7日、ハードヒット、横浜大会にて、河村両相手に、 黒格闘技百戦目記念試合を行った。結果は、レフリーストップ負け。ありがとうございます。